習しているキッズのみんなー、お久しぶりじゃー。どうも、キャプテン布です。以前、ブログ形式でやっていたキャプテン布の勝手にロックラブをここに再開しまーす。今回は、陰と陽をテーマに、陰ではデスメタルやハードコア、陽ではピュアメタルやメロディアスハードなどを中心に勝手にお話ししていきたいと思います。なお、誹謗中傷などは友達です。では、まだ見ぬ扉をご紹介いたします。まずご紹介するのは、キャプテンが初めて聞いた洋楽、ドイツの5人組メタルバンド、ヘブンズゲートです。こちらがヘブンズゲートの皆さん。時代を感じさせる香ばしさ。結成は1982年、残念ながら1999年解散。キャプテンが大好きなバンドです。まず、どんなバンドなのか少しだけ聞いてみましょう。このアルバムは伝説になっている、至極の一枚です。洗練された曲構成、叙情的ギターのアプローチ、パワフルで正確なハイトーンボイス、ハイスピードからパワーバラードまでポップに仕上げた作品です。あまりにも整えすぎているので、逆に没個性のように言われていますが、21世紀に聞いても違和感ない出来栄え。この後に続くバンドに影響を与えた早すぎた天才集団です。時に洗練されすぎて、没個性になりがちなバンドも多いですが、一つ突き抜けた個性や型が存在するバンドが、レジェンドになる資格があるのでしょう。そんなことを思いつつ、ヘブンズゲートを聴いてみてはいかがでしょうか。こちらのアルバムはもちろん、廃盤になっておりまーす。それでは、また違う作品でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さようならー。